あるすべき320年、西方よりルシタニア軍パルス国内に侵入。アトロパテネの戦いによりパルス軍は敗退。国王アンドラゴラスは捕らえられ、王都エクバターナも陥落した。落ち延びし王太子アルスラーンのもとには無双の勇者らが集結。東方のペシャワールの城より王太子のルシタニア追討令が発せられた。時にパルス歴321年、アルスラーン14歳の春。なりかわり、アルスラーン殿下にお仕えすべく参上いたしました。エイド城主ルーシャ、アルスラーン殿下の激に応じ、ウシタニアの侵略者どもを打ち払うものとあかりこしました。おかえり、アズラエル。パルス万歳、お大使殿下に栄光あれ。すごいね、あの方はパルスを望ましの王国に変えてくださるかもしれぬ。このペシャワールでシンドラ軍の侵入を阻止した殿下のお力に日和見を決め込んでいた連中も遅ればせながら気がついたということだ。どうしたの？このところ窮屈で虫の居所も悪いと見える。日増しに城が狭くなる、居心地も悪くなる。なるほど、お前もか。待て待て、馬車は向こうだ。どう、気をつけろ。ナルサス様のおっしゃる通り、兵と馬は随分集まったけど食料はちょっと心配です。あれ、バグが足りないぞ。あとはやるしかないってことですね。誰だ、こんなところに馬を入れたのは。ナルサス様、アルスラン殿下はきっと歴史に残るような素晴らしい王様になられますよね。パルスの奴隷を解放した王として。それはどうかな。え、チワード卿、先人の栄誉はぜひこのイスファーンに、このトゥースに、いかなるご命令にも従う覚悟であります。エラム。はい。今集まりつつある兵のうち幾人が殿下の奴隷廃止令を理解していると思う？それは殿下のなさろうとしていることはそれほど困難が多いということだ。私はもう少し楽な生き方が好きだが、殿下はいささか容量が悪いようだ。ナルサ様、アルスラン殿下には波の王より3倍は苦労していただかねばなるまいよ。なる。私に何をせよと、ナルサス。パルスの国土を回復し、古い時代よりさらに公正な統治をお指揮いただくことでございます。私は容量が悪く、皆に随分と迷惑をかけるかもしれぬ。しかし一生懸命やるつもりだから、これからもよろしく頼む。もちろんでございます、殿下。できたのか。すべては万全です。このように精密な地図はパルスに2枚とないでしょう。すべての道が書いてあるのか。もちろんです。どの道を通ってエクバターナへ行くも自由。しかし我々は堂々とここを通りましょう。大陸航路か。栄華を誇るパルスの都、ルシタニアの統治下に平安を装うエクバターナ。ほら、さっさと運べ。止まるな。ギスカールよ、ギスカール。おお、我が愛する弟よ。パルスの王党派どもがな、神をも恐れぬ修行を行おうとしておるそうな。一体どうすべきだと思うか、そなたは。それは兄上、いや国王陛下の御心のままです。世のさようで。ああそうじゃ、シカル王によるパルスの国王という人質がおるではないか。これで奴ら手も足も出まい。考慮の余地がございますな。
そうか、まあ何にしてもよろしく頼むぞ弟よ。わしはこれから神に祈らねばならぬ。王帝殿下様、用水路の件でございます。これから渇水期に入り、人手不足は必至でございます。分かっておる。近日中に2000人ほど増やす算段をする。ああ、王帝殿下、ギスカール様、異教徒どもを殺せば英雄としてルシタニアに帰れるのではございませなんだか。我々はもう十分殺しました。マルヤムでもこのパルスでも。分かっておる。そちたちの献身、神も決してお見捨てにはならぬ。ボダンと聖堂騎士団はザーブル城に立てこもった気だぞ。パルスの王太子軍はその数8万と聞く。はったりだ。4万がせいぜい。パルス王太子軍は我が軍の兵数10万をもって迎え撃つ。10万。そうだ、すでにモンフェラートとボード湾にパルス国内に散った兵力の再結集を命じた。モンフェラートとボード湾。どうかしたかモンフェラート。いや、王帝殿下もご苦労が絶えぬ。なに、そのために我々が10万の兵を集めればよいのだ。分かった、ボードは。神のご加護。神のご加護。諸侯の貴重な意見を聞かず、独断でことを運んでしまった。しかし、10万とは。それほどの勢力が集まるならば、まずは牡丹目を撃って。牡丹の処置は銀仮面に任せた。銀仮面、パルス神社は。これも独断ではあったが、すでに向かわせた。いや、とんでもござらぬ。王帝殿下の思慮深さ、とて我らの及ぶところではござらぬゆえ。たく役立たずどもが、パルスを征服して領土以上に増えたのは厄介事ではないか。よいかな、いずれ世は大ルシタニア帝国の皇帝となるのじゃ。皇帝にはふさわしき公妃が必要じゃ。そうは思われぬか、タミーネ。兄が王の座から脱落するとすれば、それは神が欲したもうからだ。誰にも異議は唱えさせぬ。王帝殿下、大変です。なんだ。領職のことで揉め事が。帯同士の争い事ゆえ、王帝殿下にご裁断をと。分かった。王とエクバターナ混乱のさなか、王太子のもとに集結したパルス軍約11万騎。同じ頃、ルシタニア王帝ギスカールの苦肉の策により、銀仮面こと王子ヒルメスもパルス人による軍を持つに至っていた。その数1万余騎。銀仮面の軍勢は王都より北西250キロのザーブル城を包囲していた。準備は整いました。お主の策だ、サーム。兵を進めよ。は。神の影は常にそなたらの上にある。この城に邪悪な異教徒どもが侵入できるものではない。リアルダボードの神より熱いご感をいただいておる神の王国じゃ。リアルダボード、リアルダボード。ペシャワールの挙兵のこと聞いておろう。はあ。こうして私がギスカールの言いなりになっている間に、アンドラゴラスのコセラレが増長しておる。ヤツめにエクバターナ奪還を先取りされるわけにはいかぬ。お焦りなさいますが、未だヒルメス殿下のご生存を知らぬ諸侯は
アルトラン殿下のもとに集結するは理の当然と存じます。サーブル乗船場は第一歩とお考えください。今はそのことだけ。たあ続け城に乗り込む。昨年アルスラン殿下がこのペシャワール町にご到着になったとき、奇怪な銀仮面をかぶった人物が殿下を襲撃いたしました。もちろん覚えている。銀仮面の人物の正体はヒルメス王子と申します。父親の名はオスロエス、叔父の名はアンドラゴラス。アルスラン殿下のいとこにあたられる方です。ヒヨが世なら私の代わりに王太子となっていた人なのだな。オスロエス五世陛下がご存命であれば当然そうなっておりました。オスロエス五世の死に際しアンドラゴラス陛下による暗殺との噂が流れたのは周知のこと。ヒルメス王子は噂を信じ復讐のためルシタニアと手を組んだということでございます。わかった、ナルサス。ふざけたことを言いやがって。ジャスワント異国人の分際で王太子殿下の側近面するとは僭越も度が過ぎる。これが俺の役目だ。迷ったんならさっさと戻れ。お前なんかの入れるところじゃねえ。この礼儀知らずのシンドラ野郎が文明国パルスの作法を教えてやる。剣を抜け。キシュワード卿。王太子殿下の御意は一同の協調と融和にある。お主らは全てその旨を承知のはずだ。はお主が出ていれば今頃城中大騒ぎであろう。これはファランギース殿、私の身を案じてくださるとはありがたき幸せ。城の心配をしておるのだ。ボダンの姿、城内いずこに。消さんか、肩だ。それで、もうよい。急ぎ城の火を消せ。我がパルス軍の拠点となるのだ。はっ。ザーブル城占領は第一歩とお考えください。ヒルメス。ふん。血の匂いに惹かれてさまようほど力を戻したのか。この程度の城一つ手に入れて満足するお主でもあるまいの。売り込みにでも来たのか魔導士。貴様の術欲しくば声の一つもかけよう。今は失せるがよい。かつてパルスを追われた少年ヒルメスは陸路を避け潮の湖ダルバント内海を渡りマルヤム王国へ身を隠したことがある。今はすでにルシタニアの支配下にあるが、そのマルヤムを逃れ一隻の船がパルス王国を訪れようとしていた。パルス北東に栄えたダイラムの岸辺。一方パルス国内に散らばったルシタニア軍の一部はこのダイラムでも豪族さながら国土と民を荒らし続けていた。待て。ルシタニアだ！逃げろ！大変だ！機械せ！下げんな！気をつけろ！何者だ！
ぞ。三日ぶりに酒と女にありつけると思えばこのざまだ。このクバードの機嫌を損ねたのは失敗だぜ。何を抜かすか。うわぁ、うわぁ、お主はメルレイン。うわなかなかやるな。俺はパルスで2番目の弓の名人だと自負している。ほうほう、すると1番目はいずれどこかで俺以上の名人に出会うと思う。あの者たちをこちらへ。は、俺は半年前まではパルスのマルズバーンをやっていた。赤眼の獅子、あるいはホラ吹きクバードと呼ぶ者もいる。ゾット族の王さん、ヘイルター氏の息子だ。おお、砂漠と岩山専門のゾット族がこんな水辺にまでやってきたのか。妹を探している。おお、私はマルヤム王宮の女官長でジョバンナと申します。それで助けていただきたいことがあるのです。おお、この船の主は今やマルヤム王家の血を引く最後のお一人となられたお方にございます。行くぜ。どうした。王家の血だかなんだか知らないが俺には関係ねえよ。まあお待ちなさい。困っている奴がいれば頼まれなくても助けてやるさ。だが財宝に囲まれてる王族や貴族をなんで助けてやる必要があるんだ。ジョバンナ、姫様。イリーナ内親王殿下にあらせられます。パルス王国の方々、私を王子のヒルメス様のもとへお連れいただきたいのです。ヒルメス。はい。なぜヒルメス王子にお会いになりたいのですかな。私にとってとても大事な方なのです。ヒルメスという王子のことを知っているのか。俺の古い知り合いにサームというマルズバーンがいる。真面目すぎるくらいのやつだが、そいつが今ヒルメスの側近をやっているはずだ。姫君を案内する役、俺が引き受けてもいい。妹はどうする。探さなくてもいいのか。妹はちゃんと目が見える。なるほど、まあそういうことなら俺も助かる。戻るよりはペシャワールへ向かいたいと思っていたところだ。それでヒルメス王子はどんな顔をしている。顔など知らん。知らんがすぐわかる。いつも銀色の仮面をかぶってるんだ。他にそんな奴はいない。なぜそんなことをしているのだ。さあな。変な奴だ。ん、そうかもな。変な奴だ。ハハハ。お主の兄はルシタニアの腐れ坊主に生殺しにされていたんだ。俺は一本の矢で苦痛から救ってやったのだぞ。黙れ。礼を言われこそすれ、憎まれる筋合いはない。黙れ。世の中には頭の悪い奴が多くて困る。くあおさあ、お剣を引け。王太子殿下の御前なるぞ。王太子殿下、申し訳ございません。ギブ、一体何があったのだ。いや、なーに、名門の血筋正しき方々と一階の吟遊詩人とのほんの些細な人生観の相違というやつで。まあ、もともと俺は宮廷勤めなど無関性分、人付き合いで遠慮して生きるより一人でいた方がはるかにいい。ギブ。アルスラン殿下、お世話になりましたが、これでおいとまをいたします。お達者で。
ギブ。おお、ファランギース殿、せっかくの美貌に涙は不似合いだ。俺のために笑ってくれ。最後まで口数の多いやつ、出て行くならさっさと行くがよかろう。ギブ。殿下、私は風任せの男ですからね。いずれ風の方向が変わる日も来るでしょう。さてご一同、夜も更けた。心して明日に備えられ。殿下。分かっている、ダリオン。ギーバー。